2023年、令和5年6月30日です。今日は JR 九州の京成駅に来ました。ちょっと今日はですね、電車が大事にしているということでね、見てみたいと思います。ありがとうございます。お取り忘れにご注意ください。ちょっと見込みがないみたいです。ちょっと今日はほんと忙しいみたいで、到着しました。直方駅が到着しました。813系です。こんな感じです。出発予定なので、今もう本当遅れの見込みがちょっと立ってないみたいで、本当雨がひどいんですよ。でちょっとね、僕の今のちょっと状態をね確認しますとね、あの靴がびちょびちょで最悪です。ちょっと学校で今日ダッシュで帰ってきたん でそれですね、ちょっとね列車が、ね、遅れてるみたいなんですよ。さっき天童駅でもちょっと列車が 長引いて停車してるということで、上穂波駅に行けばワンチャンなんか見れるみたいなんですけど、ちょっと上穂波駅行ってみましょうか。あ、でもどうしましょうか。ちょっと京成の待ってみましょう。でこれで待って、ちょっと来なかったらもう帰ります。はい、ってことでやってきました。止まっております。よっと、春田線が止まっております。なかなかないんでしょうかね、これ。ちょっと今16時10分ぐらいなんですけど、上穂波駅に停車中の列車はキハ40の8063でした。聞く話によると6月30日上穂波駅10時25分発春田駅が雨の勢いで止まっており おります。377分以上の遅延がありました。はい、ちょっとですね、今ちょっと上穂波駅に来たんですけど、雨がひどくてですね、ちょっと今全体びしょ濡れなんですよ。最悪です。ちょっとね、今ちょっと写真をちょっとだけちょっと撮ってきたんですよね。まあでもね、あれですよ、この雨の中ほんと春田線動かすの大変なんで、ちょっと今運転の目と立ってない感じみたいなことはちょっと駅員さん、まあなんかちょっとね多分立ってないと思うんですけど、ちょっとあれうちを運転手さんに今ね、ちょっと改装とかの情報とか聞いたんですけど、なんかそんな、まだちょっと今改装が、その動くみたいな感じはないんですよ。もうね、春田マン、その、10時22分に京成を出る普通列車、春田駅があるんですけど、その列車がこの上穂波駅で10時25分に止まってしまって、まあ、それからね、もう今の4時、26分ですね。4時26分。今現在も止まっております。で、あと雷もひどいので、ほんと怖いですね。うん。
でもですね、ちょっとね、春田線が止まってるということで、ちょっとね、見に来ちゃいましたね、はい。面白かったです。てかね、うちもね、おばあちゃんが運転してるので、ほんと早く帰らないとダメなの。ということでね、本日はご視聴いただきありがとうございました。今日は雨の日の鉄道はどうなるのかっていう、の動画でした。本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくね。はい、ということで、終わります。次回は、意味がわからない紙本の名機の停車表示、いやもう運休してるんですけど、の遅れ表示の、解説。じゃあ次回もお楽しみに。バイバーイ。